おはようございます時刻は8時26分です、えー、7月の6日今日は水曜日ですねコムさん小森康則でございますおはようございます今日も元気に天狗森スタジオからお届けをしてまいります天狗はお天気これから回復ですねはい、えー、今朝はどうしてもなんかうんあのー トーストが食べたくなりまして、目の前にございますカルガモに行って、トーストと、それから、ゆで卵のモーニング、アイスコーヒーを食べてまいりました。400円、はい、でございました。小林さん、北海道行くんですねってあもう、用意してありますね。<laughs> そうなんです。今日から、今度行いますツアーの下見に北海道へ行ってまいります。大阪は最高気温の予想を見ましたら、今日が32度。 明まあまあ雨降りましてサ早ウラダムの出水制限も解除されたりというようなニュースも出ておりましたが、えー、いよいよもう、まあ、梅雨はもう明けてるわけですけれど熱波でございますね。えー、北海道は まあ細かいことはまた現地からも言いますけれど、札幌ではございませんで、ちょっと東の方へ行こうかなと思っております。はい。現地の気温を見ましたら27、二十七度二十八度ぐらいですか。最低気温が十六度と出ておりまして、十、え、六、ー、度ってどんな気温でしたっけ？<laughs> この格好じゃ寒いですよね。 まあ、明け方、夜中、うろうろするわけじゃないんですけど、どうなんですかね。やっぱり羽織るもの持ってきといた方がええんかな。うん。えー、楽しいツアーの、まだ、下見段階でございます。いろいろと行きまして、そこから、あの、楽しいツアーを組みまして、で、まあまあ、だいたいいくらぐらいかかるのかということも計算をいたしまして、皆さんにご案内をさせていただきますが、まあ、今回も30人ほどのツアーでございまして、前回の、 あの淡路島がもう本当に、まあ、行かれた皆さん、ね、あのこの YouTube をご覧の皆さんの中で言うとほんのわずか1%ほどの方になるわけですけれどもう行ってもうめちゃくちゃ楽しかったと「ああ河野さんも次の時も必ず案内してや」というので、えー、どうでしょうもう、まあ、全部とは言いませんがほぼほぼリピーターの方予定が覆っていれば行きますという声もありましてね。えー 今回はひょっとするともう発売即完売になるんじゃないかなということでございます。9月の第1週の週末皆さんご予定はいかがでございましょうか。え、案内したらもうすぐなくなってしまうかもしれませんので、どうぞコモさんからの発表をお楽しみにお待ちくださいませ。 今日は朝日新聞を買ってままいりました読売新聞の方が読むとこ多かったんですけどね読売が売り切れてましてカルガモで読んでてああしまった160円損したと思いましたけれども、まあ、読売ものことも含めてですねえー、朝日新聞から読んでまいります今日の朝刊チェックヘッドラインです 朝日新聞も自民・公明の与党が勝つと報じています10日が投票日の参議院議員選挙自民・公明の与党は改選過半数の63を超えて70議席台に乗せそうで憲法改正に積極的な維新・国民民主党を加えますと国会発議に必要な3分の2を超える可能性が出ています 野党から来る話を政府は何一つ聞かないから生活を良くしたいのなら与党の政治家を議員にしなければならないと選挙民を恫喝した自民党の山際経済再生担当大臣ですが松野官房長官から注意は受けたものの発言は撤回しませんでした誤解を招く表現でしたという言い逃れは政治家の常套句ですが 撤回しない以上政府は野党の話を一切聞かないと言っているわけで岸田内閣は総理の言うことを聞かない大臣を置いていることになりますイギリスではスナク財務大臣とジャビド保健大臣が5日ジョンソン首相にはついていけないとして辞任しました政府が適切かつ有能 そして真剣に運営されることを国民が望んでいるとのメッセージは日本では期待できないようです昨日の全国の新型コロナウイルス感染者は3万6189人とおよそ1か月ぶりに3万人を超えましたそんな中政府が参議院選挙後に始めようとしていた GoTo トラベル改め 全国旅行支援が延期される可能性が出てきました KDDI は今日の新聞広告に通信障害のお詫びを出しました予定されていた他社の広告を保留して掲載されていることから新聞社と代理店のいい,い,いねで出稿しているものとみられます 兵庫県三木市にあるネスタリゾートの経営権がパチンコ屋のノブタグループから USJ を立て直した森岡剛氏のマーケティング会社刀などに移ったことが分かりました年金保養施設グリーンピア三木として大失敗したレジャー施設がアフターコロナの時代にどんな魅力を打ち出してくれるのか注目しています 養育していた祖母らが USJ に遊びに行って放置され2歳の男の子が熱中症で死亡した事件で祖父らは当日奈良へ行っていたと供述していることが分かりましたそして今日のタイトル大阪府警枚方警察署長が部下への不適切な言動があったとして更迭されています以上今日の朝刊チェックヘッドラインでございました 時時刻は8時32分になっていますまだちょっと鼻声ですかね、コモさんね。ええ、あのー、熱帯夜の時に、えー、冷房をつけっぱなしで寝ておりまして、それでまあ喉が、い外がしていまして、熱とかは全然ないんですけど、はい、昨日もちょっと咳き込む時間帯がございました。大変お聞き苦しく申し訳ございません。今日今、自分で聞いてても、ちょっと鼻声やなという感じはございますけれども、元気に来ております。 さて、まあ、それぞれの新聞にとりましては自分らのところで調べて自分らのタイミングで出してるんですけどこんなふうに毎日のように自民、公明勝ちます自民、公明勝ちます自民、公明勝ちます自民公す、自民公明勝ちますって言われましたら、ねえー、ビールに焼酎にお酒にワインビールに焼酎にお酒にワインじゃございませんけれどもうなんか選挙行くのはアホなしになるわなと、えー、人々を思わせてしまわないかなと私は心配しております。 10日投開票の参議院選挙につきまして朝日新聞は4日5日に全国の有権者を対象に電話とインターネットによる情勢調査を実施しましたありがとうございます取材による情勢も情報も加えまして終盤の情勢を分析したところ自民公明の与党70議席台に乗る勢い改選過半数が63でございますので余裕でクリアですね 非改選70議席を含めて定数の過半数125を上回りそうでありまして立憲民主党は一人区で選考を許す選挙区が増えています改選議席を下回るであろうとかつての社会党社民党のようになっていく終わりの途中なのかそれともまあ、党名が変わるなどして新しい野党が生まれるのかそれとも 維新なんかがですね、えー、野党第一党となって野党と言いながら与党よりも右の位置にいて、えー、もうまさに体制抑散的なそういう日本の政治状況になるのでしょうかもちろん衆議院の選挙とは違いますけれど、まあ、これで大勝ちしますと次の参議院選挙、まあ、あるいはそれが近づくまでおそらく 日本では国政選挙はないということなので、まあ、これはねなかなかその理屈とかで説明してもですねうんまあラジオも YouTube もそうですけどコモさんなんかがまあいろんなこと言いますよふざけたことも言いますしいろんなこと言うんですけどなかなかこう理屈でこうですよって言うて丁寧に説明しても知らんとか。 思うとか、うん、なることが多くて、まあ、それで諦めてたらあかんのですけどまあ絶望的な気持ちにもなりますねえー、まあほんまにそれでいいっていうことですよね、うん、毎日言っていますがでそれでは良くないっていう人はまあチャットに書いたりメッセージ寄せてくれたりしはりますけれどまあそんな人はもう本当にごく一部なんで。 ええええ、サイレントマジョリティがどう考えるかっていうことですから福島みずほさんが一人で吠えていても、ねまあ、そのことに意味なしとは言わないですけれどあくまで、ええ、少数だということですよ。うん、長いいいももんんに巻かれれたでですよね、ええでまあ、そろろ問題があっても そそこそこやからええやんと、うん、で野党に任してもうたら「だからほんまねあの今からでもいいですからね立憲民主党菅さんを切ったらどうですか?」うん今ふと思い,出し思いつきましたけどね「ええ、投票まであと何日です」と「立憲民主党は菅直人と決別します」と。 もうこんな老害とは一緒にやっていけませんと、泉健太率いる立憲民主党は、このままでは沈没するということがもう分かりましたと、どの新聞の世論調査を見ても、情勢調査を聞いても、このままいくと勝てるはずがありませんと、自民党の敵のエラーを待っていたんでは、座して死を待つだけですと。続いては 民主党政権、あれは大失敗でしたと、それによって民主党が、その流れを含む立憲民主党がというより、日本の未来にとんでもない汚点を残してしまいましたと、みんなを諦めさせてしまいましたと、その責任を我々は取る必要があるんですが、しかし自民、公明、維新、国民民主でやっていったら、えらいことになりますよと。だから 新しい立憲民主党として、まずその象徴として、菅直人を今、この,この瞬間から切りますと、はい、街宣車から降りてくださいと、いうぐらいのことを言って、新聞やテレビや、えー、SNS に取り上げてもらうぐらいしませんか、例えばですよ、例えば。 ねうん,ねうんまあでもあかんのでしょうねそういうことはしてせんのでしょうね、うん、でねまあそのまああんたはま,まあマスコミのみたいなことを言うことを表,表層的なことを言う人もまたありますが、まあ、8時39分いやほんまにこのままい 行った時に自民公明が力を持って力をその持ってる力をどう使っているのかというその構造的な問題ですよね。うん、えー、やっぱり言葉の端々に現れてくるんだと思うんですね。まあ選挙の時には高揚もしていますから人間まあ酔っ払った時とか高揚した時に本音は出てしまいますよね。うん、で えー、戦略としてですよ、選挙の戦略として、その安定政権が必要ですとで、ウクライナのことなんかも、ロシアが侵略していることも利用して、分かってて、利用して、敵を外に作って、でそのためには、そういうのに対峙するためには安定した政権が必要ですと、ああだこうだ言ってる野党ではなく、自民党に任せてくださいっていうのは、まあ、選挙の戦略としては分かりますよ。 しかしそこに本音が出てきてしまったわけですよね、山際。はい。ね。山際経済再生担当大臣ですわ。野党の人が持って、話持ってきても政府は何一つ聞きませんと言い放ちましたね。いや、そら、あんたらが勝つんですよ。これまでも勝ったんですよ。ね。しかしまあ、そんなん言うたら、 投票率のことも含めてで考えると全国民のどれだけがどれだけがあんたたちを支持してんねんって言ったら全体のパイからすると半分近く投票いってへんわけでそのうちのこんだけぐらいですから、A、全体で言うとこのぐらいのチーズケーキなんですけど勝ってると思ってるわけですよね勝ってるわけですね選挙制度としてはそれでうん。 野党の人が持っててききた話なんん何一つ聞きませんよとだからあなたたちが本気で生活を良くしたいと思うのなら生活を良くしたいということの意味もよく分かりませんけどねつまりあんたら金が欲しいんやったら金に結びつくおいしい話が欲しいんやったら与党の議員を政治家を議員にしたらあんたらにジェジェクを渡しますとでも野党の 政治家を議員にするようなことをしたやつは、そこから何が出てきても、聞きませんと。戦争反対と言われようが、ね。より良い案があろうが、あいつら、他の色のバッジつけてる人らやから、そんな奴らの言うこと何一つ聞きませんよと、堂々と選挙民に対して本音を言ったわけですね。これが自民党の本音ですね。はい。 一部の議員が言ったんじゃなくて、それが自民党の本音ですよ。ねその戦略の先ほど言ったきれいな問題のない言い方の中に見える本音は、お前ら野党なんかに投票したら、投票行けへんのあかまへん。うん、行けへんで投票率下がったほうが自分らも有利に働くから、行けへんはちゃあ OK。しかし、野党に自民党、公明党、 与党以外に入れる人らあんたら苦しんでも知りまへんでと私らあんたらの話はその代表たる野党の議員の話なんて一切聞きませんでと学級会でもね多数決でものは決めますせやけどそれ以外の人の話も聞きましょうって教えてもらえへんかったんですか山際さん。自民党の人らは教えてもらってないんですか 松野さん、それはさすがに問題ですというふうに注意しました官房長官はい官房長官に注意されましたねと誤解を招く表現でしたとどう私が今誤解してるんですか私の解釈に誤解があるならどこがどう誤解なのかを言ってもらえますか誤解でも6回でも何も誤解してませんよねあなたが本音を言ったわけですよね野党 にに投票しした人においしい思いはさせませまんと与党に投票してくれたらおいしい思いをさせてあげますとだから与党に投票しなさいということを恫喝したわけですよねで撤回はしないっていうんですよまあ何でもかんでもね炎上したらすいませんって頭下げてええ、撤回するって でっかいなんて本来ここ言葉なんてできないわけですから、放送に消しゴムは消す聞かないわけですから、言った言葉は残るんですけど、しかもそれが言いそこ間違いじゃなくて、え、本音が出てるわけですから、撤回なんてしたと同じなんですけど、でも撤回はしないと言ってる。つまり、岸田総理大臣が国民の声を聞くと、ね、まあこうい言ってますよ、小さな声を聞く政党ですと言ってるんですけど、 それがそこには色がついてて自民公明ならばそこを支持するならそこに一票投じるなら聞きますけれどそうでなかったら聞きませんという大臣が今いるということですね岸田総理本来なら山際大臣を罷免すべきじゃないですかそんなことで罷免してたらそら麻生さんなんて いくつ首があっても足らんと、そういうことになるでしょうけれどもね。おかしいでしょだから、今政権を持っている。いや、全部が悪いとは言いませんよ。で、コロナがあり、戦争がありっていう中で。誰がやったって難しいところであるということは重々分かっていますけれど。今の。 政権を担っている勢力がどこを向いているのか、そしてその構造が何なのかということを考えると、やはり文句の一つも二つも三つも四つも言いたくなります。桜田さん、オリンピック担当大臣だった人です。まあこれだからもう次々はみんなもうほんまね引退せないきませんって本当。ほんと あの自分の蓄えと、あるいは国からもらえる、若い人からもらう年金とかだとで、まあ、人それぞれですけどね、細々とおとなしいしていきましょうや、もう。国内において、少子化は大変な問題なんです、はい、そうですね、そこに手を打つべき、あなたたちが手を打って変化ったことも原因の一つですよね、それだけとは言いませんけれども、もう。 ね、ええでなんですってその少子化が問題やから今結婚してもお子さんを作らない結婚していない男女が結構多いんですよね50歳の男の人で20%が独身だって言うんですよパートナーがいない ちょっと言いづらいことですが、男の人は結婚したがっているんですけれど、女の人は無理して結婚しなくていいという人が最近増えちゃっているんですよね。嘆かわしいことなんですけれどもね。女性ももっともっと男の人に寛大になってもらえ、なっていただけたら、 ありがたいなと思っている。ちょっと問題発言かなと思うんですけれども、分かってるんですね。男の希望としてはそういうことを思っているということでございますので、よろしくお願いいたします。まあよろしくお願いいたしますまあまあ僕らもついつい意味もなくメールに書いてしまったりはしますが。 何をよろしくお願い誰に向かってしているのでございますか桜田元オリンピック担当大臣男の人は結婚したがっているのに女の人がまあこれまであるいはまあ現在も男社会の中でえ思ったことを男がするようにはできていないという現実がある中でですよ。 うん、その女性の自由をもっと伸ばすということではなく男社会に早くもう一回戻って男の自由になるように女の人は寛大に忍耐をしてくれる前の世の中に早く戻ってほしいというのが自民党の大臣の本音ということですね。 それが彼らの DNA にすり込まれているところということですね。あの一個一個の政策とか、まあ、マクロの経済とかそういうことも含めて何をやったらこうなるああなるであろうその世にはなったならへん人々がついてくるついてこえへんまあまあいろいろありますけれどそれはまあ政策論としてはただその政策論を 戦わしたたたりりり考考ええ出させたりするのが彼らですよねその心の根っこの中に自分らに都合のいえことをする人間は取り込んでやるそれ以外のやつらは排除するといった山際そして時代がこれまでだから少子化の対策は必要ですよ必要だけどそんな簡単なもんではないんですけど でも、昔のように女の人がよりしんどい時代に戻ったほうがええと思っている、そこを寛大にとかって言って、問題であることも分かった上で堂々と言う桜田。で、そんなことを許している岸田総裁、自民党のトップですからね、政府のトップでもありますけれど、自民党のトップですよね。 でもまあこんだけ言っても多くの人はまあそのまま自民、公明、与党に投票をしていく。となったら、となったらですよ、やっぱりそれを変えようと思ったら、投票に行かないであろう、まあ、よく世論調査で言うと、 3割4割の人は投票先をまだ決めていないと言ってるので流動的ですっていうのは、まあ、そんな人はいかへんから流動的にならへんのですけどその人たちが行くっていうことでしかおそらく変えられないんでしょうねもう残り時間もわずかですからねええー、期末直前に売り上げを立てようと思ったらどうしたらええかっていうと通常と同じような営業をしてたんでは売りは立ちませんからねその強引に適当に数字作って犯行 勝手に押してってそういうわけにはいきませんから。うん、となったら投票へいかんとこうアホらしいって思っている人らにどれだけアピールできるのかうんやっぱり泉さんそこまでして菅さんの力を借りないとあかんのですかね人集まってないですよ うん、大阪でも天禄でも集まってませんでしたしねえー、時刻は8時52分ですで一方で今日朝新聞なんかは全然書いてないんですが NHK の朝のニュースでやっててへえと思いましたイギリスジョンソン政権まあコロナの間に官邸でいろいろパーティーやってたりとかそういうスキャンダラスの問題もあって たんですけれど。えー、えー、と。財務大臣財務省と保健省が相次いで辞任をいたしました。相次ぐ不祥事の対応に追われている。ジョンソンジョンソン首相に大きな打撃となると。スナック財務大臣。世界が新型コロナのパンデミックやウクライナの戦争、他の深刻な課題の。 経済的影響に苦闘する中での辞任は軽率な決断ではないとこんな大変な時に大変な職責を担っている自分が辞めるっていうのがどういう意味を持つのかっていうのは十分に考えていますとまあ英語を日本語に訳してるわけですけどさっきの山際成桜田の「 発言の軽さからするとですね、同じ大臣でも全然違いますよね、ええ。で、自分自身にとって閣僚として務めることはこれが最後になる可能性があるとしつつ、政府が適切かつ有能、そして真剣に運営されることを国民は期待している、こうした基準のために戦う価値があると確信していて、それが辞任の理由だと。つまり ジョンソンソ首相を率いる今の政府が有能でなく適切でなく真剣にやってへんぞとそのことを言うためにそしてそれではいかんのだと別の立場から戦うつもりがあるからやめると言ったわけですね。ええまあ、そ 人事も抑えられている、うんね、総裁選挙があってでまあやっぱりトップは忖度せなあかんには忖度せなあかんねやっていうこの日本の何て言うかおかには逆らわないっていうことですかうんお見事ですよねまあある意味ノーサイドなんですかね試合が終わったら決まったことには長いもんにはまかれろっていう日本社会なんでしょうねうん。 ジャビド保健大臣、もはや両親の呵責に耐えられないと辞任を表明しています。自分の両親、良き心、うん、にのっとって、もうこんな立場でこの仕事をしていられませんというわけですね。うちの総理大臣、何かあると大事だ、大事だ、真剣に検討して、検討に検討を重ね、人々の意見を聞き、そして、 先送りをするのだとそれが大事だと言っている総理大臣トップ今世の中が急速に動いている中でこんな総理大臣の下ではやっていけない両親の呵責に耐えかねますと山際大臣が言ったのではなくですねジョンソン首相に当てた書簡で多くの議員や国民の間でジョンソン氏の国益に かなう統治能力が失われている、信頼が失われていると。残念なことに、あなたのリーダーシップの下では、この状況は変わらないことは明らかである。あなたは私の信頼も失った。と述べて、保健大臣を辞めていったそうです。怖いですね、怖いですね、怖いですね、ええー、ええー。部長でも、社長でも、ねえ。 いやまあそれは社員が辞めるっていうことはそういうことでしょう。新しい夢がありますって言って去っていくのも、それもあなたのもとではできませんっていうことを言われている。まあ、社長ってのは常にそういうことを言われていくわけですけれどもね。うん。いやー、堂々とそうやって言われてしまっている。でも、まあそこでジョンソンさん、大変、もちろん大変でしょう。大変ですけど、 そうやって自分の頭で考えてそれぞれが自分の頭で考えて自分に返ってくる跳ね返りねえあるいは批判とかそういうことも全部想定した上ででも自分はこう考えますとあなたのもとではやっていけませんあなたではダメですと言ってやめていく政治家ですね日本の政治家と全然違いますね それぞれが信念を持ってやるべきことがあると思って政治家になって政治家としての仕事をしているのと結局結局利権かよとそれは金に代表されるようなあるいは自分と自分に近しい人間に利益それはお金だけではなくをもたらせるその力 こそが政治であって白いものも黒と言われれば黒といいあよいしょとしそして世間から批判されても誤解を招くような表現で失礼いたしましたと撤回はしませんと言いながら人の噂も75日というのでえごまかし続けているどこかの国の政界とねえ えらい違いますなうん主要閣僚の中で辞任するのは現時点では2人だけ他の閣僚はジョンソンさんを支持しているまあそれはまたそれでよしうん、うん、へえなんか違うなほんまにうんまあそんなん言うと海外ではではの神かと 言われますけれどもね、えー、日本かっこ悪いですな、うん、自民党も立憲民主党もかっこ悪いですな時刻は9時59分ですさて、えー、昨日の全国の新型コロナウイルス感染者36,189人 5月下旬以来1ヶ月余りぶりに3万人を超えております大阪でも倍増の感じですね第7波に入っておりますそんな中 GoTo トラベル改め全国旅行支援あまりカッコのいい名前ではありませんがうん、お金ばらまいて旅行へ行きましょうねっていうのがあちょっと延期しましょうかという話になりそうであります まあ、そうやね、これほんまね、旅行を企画してるとね、これほんま大変ですわ。ああ、まあ、ねこんなんですよって言って、事前に旅行会社に説明もあったりしてるでしょうし旅、旅行業協会なんかもそういうのに対応してはるんだと思いますけど、7月の前半からやろうと、参議院選挙の間は、なんかやっちゃうと、 ちょっとでも失点になったら嫌やからっていうので、えー、待ってますけれどもこのままいくと、うん、コロナさえそんなに、ねえー、伸びなければ与党がやりますと私らが勝ちましたとそのお祝いにどうぞ皆さん旅行行ってくださいと金出しますせと3分の2まで出しますせというようなことをやりたかったみたいですけれど松野官房長官昨日の記者会見で 全国旅行支援を予定通り実施するのかと問われれば、新規感染者数、病床使用率、療養者数、死亡者数などの動向を含め、総合的に見極めた上えで、適切に判断をしたいと、す、ま、べ、あ、て総合的に見極めた上で、適切に判断を、慎重に議論に議論を重ねて、有識者の意見も聞きながら、政治家として最終的に判断をするのが大事だと。 まあ、多分岸田さんもおっしゃるのでしょうけれどもね、えー、県民割の旅行先を、まあ、これをね、県民割って言うてて、道民割って言うてて、えー、それ使えるのか価値度も変,、まあ、変な話ですけど、うんえー、ブロック割になり、まあ、全国になっていってるわけで、GoTo ト,トラベルに近い水準になっております。新幹線や航空機など、交通機関をセットにした旅行商品でありますと。 1>, 1人1泊8000円を上限に、旅行代金の40%が補助されます。はい。私、さっき3分の2って言ってしまいましたが、違いますね。40%ですね、A。旅行先で使える3000円分、平日の買い物クーポン券がついておりまして、合計で実質1万1000円の補助ということになるわけであります。そりゃ、1万1000円上限で補助されたら嬉しいでしょ。北海道行くときに。 り豊かかかって何万かかかりますよそれが一泊1万1,000円国が出してくれはんねやったらその分安なんねやったらその分を土産代に回せるんねやったらそら誰だって嬉しいですよね。えーまあ、かといってそれでほんまに満員になって旅のマナーの悪いお客さんがいっぱい来られるのも困ったりはするでしょうけれども。 マスに腹はかえられん、ねえええ、これまで2年間の苦労を思えば、儲けてももらいましょうよということなわけですけれど、ええ、新型コロナ対策を助言する専門家会合で、先月下旬、感染者が全国で増加傾向にあると、夏場に向けてさらに増加ペースが加速するかもしれんということが報告をされております。判断は参議院選挙の後にと コマーシャルの後にと大事なことはうんうんある総理官邸幹部総理が7月前半と言っていると7月前半というのは15日までですと <laughs> <laughs> なるほどなるほどうんまあもう,もうこうなるともうなんか滑稽な言葉遊びですわなうんね、ええええ 15日まではまだ時間があるそれまでに決めればいいのだということだそうでございますしかしまあ,まあ実際問題 IAC トラベルの主催でお送りいたします次回のツアー北海道を考えておりますけれどもこの料金の設定にも大きく影響をしてしまうわけでございますあの時事刻々変わりますので、A えー、その時の最新情報をもとに、えー、値段も決定をさせていただきます9時4分、えー、KDDI が広告を出しておりますよよいしょはい、えー、別に KDDI からお金もらってないんですけどはいあのこちらこんなふうに朝日新聞は今日の社会面の 下のところにおお詫び広告が出ております通信障害に関するお詫び「平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げますと」と、うんまあ、こういうのがもういりませんよと電子メールではね、えー、メールのやり取りする時にはもうこういう枕、えー、言葉とかもうそういう全くいりませんから要件だけ書いてくださいって言って最近はわざわざそういうことが書いてあったりもしますけれど。 令和4年7月2日土曜日午前1時35分より発生しておりました弊社通信設備の障害に際し長時間にわたり au、UQ モバイルおよびパボ等の通信サービスをご利用のお客様に多大なご不便とご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます弊社の通信サービスがご利用しづらい状況が発生しておりましたが音声通話データ通信などのご利用が問題ないことを確認しておりますはい 問題ないことがもう確認されたということです。だから、機能ではまだ出せなかったわけですね、この広告。なお、引き続きご利用しづらい場合は、電話機の電源オフ・オンの操作をお試しください。そうです特に電子部品、使われております最近のものはですね、何かあったら電源を切ってください。いわゆる再起動ってやつですね。そうすると、なぜだかうまくいくこともある。うん ホームプラス電話は専用アダプターのコンセントの抜き差しをお願いいたしますとオフ・オンということですね弊社では今回このような事象が発生したことを重く受け止めておりますそりゃそうでしょう軽く受け止めていたら大ニュースでございます再発防止策の徹底を図りサービスの安定的な運用に向けて KDDI グループ一丸となって真摯に取り組んでまいります 何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。令和4年7月6日、KDDI 株式会社、沖縄セルラー電話株式会社、ここが別になってますけどね、えー、だそうでございます。あの、皆さん、どうですあの、まあ、今回、au などを利用してた方は、 風合いがあって僕はまあたまたまドコモとソフトバンクの2社だったんでまあたまたま僕は今回は当たりというか外れというかだったんで問題なかったんですけどえ1人まあ例えば400円分のクーポンというかポイントが付与されるとかなんかそんなんで。 え、手打ちましょう。みたいなことで。まあまあ多分ね。裁判を起こすようなあ,あ。頭おかしい人も出てくるんでしょうね。ええ、でもその会社としては多様性のあかんのでしょうけどね。もう欲しいです。その400ポイント。まあ、それがひょっとしたらなんか買い物の時にも使えるのかもしれませんけどね。まあ、さ400円落ちてて拾ったら勝手に作ったらあのアウトですけど、それはくれるって言やったら。 もらう,うことかもしれませんけど3900万回線でしたっけええまあそれが全部が個人ではないでしょうけれどそこに400円ずつ例えば400円としてうんまあそれ振り込むのにも手数料もかかりますしねええそれを指示する人もチェックする人も必要ですから。 かかかなりりの金額かかりますよいや NTT じゃなくてその au に何らかのペナルティーを課せへんかったらあかんやろという考え方もあるかとは思うんですけどでもまあまあ1日2日3日かかりましたけどまあまあこれでとりあえず終わってそこで400円ぐらいのことをみんながもらう方が嬉しいか。 そ,それが知りませんよ。それは例えば、まあ、それを、あのー、出す、みんなに返すための費用が、直接的な費用と、その事務手数料やんやかんや考えたら、例えば、それが10億なり100億なりお金かかりますとなった時に、そのお金使うんやったら、その手間使うんやったら、同じことをならへんことのために、 KDDI だけじゃなくって、どこももありましたやんと。ソフトバンクもやってますやんと。全然違うけど、みずほはみずほでまたやってますやんと。システムの問題で。そうしたら、こういうことが少しでも減るようにな共同体制。まあ、少なくとも、こういう通信障害が大規模なものが起きたときに、可及的速やかにポッと切り替えたら、非常用の通信だけは、他社のサービスに乗り換えて、 できますということの開発のために、その400円なら400円をみんなに配る、その事務手数料も全部含めた費用を、この分、すいませんと、もう皆さんにはすいませんの一言で、誠に申し訳ないですが、そのことにいっぱい対応している時間がもったいないんで、ええ、それより、今後何かあったときに、いやもううちだけのこととちゃいますと。 ドコモさんで何かあってもソフトバンクさんで何かあってもそれもお互いにパッとお互いがお互いを保管できるようの仕組み作りにこのお金を使わせてもらえまへんかすいませんって言ってもう高橋社長あなたの首を取りたくは僕はないんですけどもうあなたの首をかけて、えー、そうしません。まあ、僕 英雄じゃないんで自分にもどっちにしても帰ってこえへんのですけどうんそのためにお金使ってもらった方が1人が400円ずつねハーゲンダッツのアイスクリーム1つ買えるかどうかぐらいの金額が返ってきて喜んだり腹立てたりするよりももっともっとええんちゃうかなと思うんですけどもね。 まあその菅内閣の時の料金下げろ下げろでやったことと今回のことが直接的に結びつく話ではないと思うのでねえその高い携帯料金を安くするっていうまあ政治の鶴の一声も全く意味なしだとは思わないですけれどもえどうせならやっちゃったことはやっちゃったことでやっちゃったことはやっちゃったことで えー、その処理を後ろ向きのことに使うんじゃなくて、えー、前向きな方向に使ったらええのになって思うコモさんがここで言ってるようなことはまあ多分せえへんあろうな思うから言ってるんですけどええこと言うてると思うんですけどね <laughs> まあ無責任やから無責任に長官を呼んで言ってるだけやからなんですけど。 せえへんのかな、うん、9時12分さてネスタリゾートよく広告もやってますまあパソナが今淡路島を総合レジャーランドにしようとしていますねうん僕はまあ嫌いなんですけどまああの人々が喜ぶのを いいっぱい作っぱ作てでメディアもそれに踊らされてあるいはわざ,わざと踊ってしてますからあーそれはそれで今の時代の,あの、うん、そうですねリゾート開発の在り方だと思いますし、えーまあ、ただまあねその母体が、うん、人というものを打って中抜きする日本を弱めている。うん 政権に近いウワフワ業界やと思ってるんで嫌いなんですけどえでまあ僕はパチンコしませんからノブタグループがどれだけの力を持ってるのかはまあ聞いてはいますけれどえそ,こそこであんまり実感じゃんじゃ,ゃんバリバリはないんですけどグリーンピアミミキーがまあこれはまあ国を挙げての詐欺ですけどね年金という国家詐欺ですけどでこれで年金のお金を使って。 開発をしてまあ僕ら子供がまだ小さい時行きましたわねグリーンピア右はよくの <laughs> うちはたるみですから1時間ほどで行けるんで行ってまあそれそれでよかったんですけど結局運営としては破綻しましたで信田さんのところがそれをネスタにしてで、まあ、それなりにね評判良かったりもしたんですけどまあコロナの影響があって人が出てこえへんなった、うん、で今回 USJ、USJ US もね皆さんもう忘れてありますでしょうか、一回破綻してるんですからね、えー、大阪市がやって、ね、呼んできて、USJ、Universal Studies Japan って言って、やったけど、全然ガラガラであかんかったんですよね。で、森岡さんという人があ入ってきてですね。 刀、まあ、っていうマーケティング会社今回もそこに運営が移るんですけどでそこで見事に復活をしたわけですね復活というか、うん、これがまあ面白いんですよねあのよくマーケティングのそれこそ教科書的な話ですけど USJ は確かに、えー、映画を中心としたさまざまなコンテンツを遊戯施設にしてで楽しいことがあるのは分かっていると。 ただここへ来たらこんなに楽しいことがありますよこんなに楽しいことがありますよっていうそういう広告をしていたけどもう一つやったと、まあ、東京ディズニーランド東京ディズニーリゾートとの競争もあったでしょうし、まあ、その後、ね、インバウンドがあっていうまた別の要因も入ってきましたけどで USA はこんなに楽しいんですっていう CM じゃなくて森岡さんが入ってきてやったのは広告を変えたんですよね。 でそ何をやったのかっていうと子ども子どもと、まあまあ、若い親ですね若い親が小さい子供と一緒に USJ で思い出を作っているというそういうストーリーを見せたわけですねええー、まああの端的な例としてですよ、うん、でまあ別に 来年も行けるかもしれへんけど今目の前にいる4歳の娘7歳の息子、まあ、今適当に言ってますけどと親とが USJ へ行ってこの瞬間でしかああ味わえない家族の思い出、うん、そしてその行くまでのワクワク感 帰ってきてからも嬉しかったまた行こうって思うそういう価値を共有できるその世界観を森岡さんの会社が打ち出したわけですね。行ったらこんな楽しいことがありますよっていうそういうことじゃなくて、えー、その行く側の人たちの家族とか近しい人たちの,の関係性というか。 今行けへんかったらそれができませんよっていうまあそこを訴えたわけですね。そしたたらポーン跳ねね。んですよ、ねうんまあ、これはもうファミリーヒストリーを作っている我が社アンテリジャンとしてももう明らかにそこは大事なところでそれが何なのかをずっと模索してるんですけどねファミリーヒストリーのインタビューコムさんに聞いてもらったらこんなえいことがありますよってこんなふうに。 いうことありま,すよでまあなんぼでも言えることはあるしお客さんに確かにそれで喜んでもらってますし顧客満足度多分それは当社費当社調べによると120%ぐらい喜んでもらってますけどそれでは破綻した USJ と一緒なんですよ。こんないいことがありますよ。こんないいことがありますよっていうこんな楽しい体験ですよっていうのではあかんのですよね。えー、そのの体験をする側の 家族とかの話そっちに視点を移したことによって USJ は伸びたわけですよでその人がさあ信田グループから経験を得てこのネスタリゾートっていう、まあ、ある意味何もないとこですわ、まあ、淡路島の施設があってそうかもしれませんが自然はあるけど別に 他まあまあ、日本中、そんなとこいっぱいありますけどね、そ阿武町にして,しても、遊、え、佐、ー、町にしてもさ、もう日本中、僕がい最近行ってるようなとこって、もう何もないところが多いですよ、うん。何もあるところのほうが少ない、何かあるところのほうが。という中でいやいやその、変な意味で突き放してお手並み拝見じゃなくて、わくわくしてお手並み拝見ですね、何を持ってくるんやろうと。 まあ淡路島までの1時間半2時間ぐらいはもう今のこの高速道路ネットワークでいうと全然もう問題にならない、うん、中で鉄道で行かなくても問題がないという中で関西圏の人がネスタリゾートグリンピアミキのところまでの時間距離は多分問題ないと思うんですよね。でもわざわざざそこへ行って これができるっていう話題を常にこう出し続けるというかその辺の森岡さんのこのなんていうか手法ですねこれがもううんとっても楽しいですねええ何やろな何出してくんのかな本当にうーん 面白いですね時刻は9時19分ですさて2歳の男の子が熱中症で死亡しましたまさにその日ユニバーサルスタジオジャパンに行ったと保護責任者行き容疑で逮捕された祖母とその内縁の夫実は USJ に行く前に奈良に行ったと供述していたことが捜査関係者への取材で分かったと。何なんですかね、これどう、もう一つよく分かんない、うんまあ、警察は調べてるんですけど、女の子が亡くなってから1週間、これまでも何度か1人にして外出したと、いや要は、ちゃんとした育児を放棄していた。 えー、ベビーサークルの中でそのベビーサークルも風通しが悪いそのもう板でね外から見えないようにしていたそれは中から外を見せへんということじゃなくて子どもがそこにいるっていう雰囲気を見たくなかったということなんですかね、えー、夕方まで放っておきましてそれで熱中症で死亡していました。 午前5時ごろ出かけたといや彼らの家から USJ までは車で1時間そんな早い行きますか開園時間は午前10時早朝奈良に行ったと USJ には行ったけど奈良行きまだそれを裏付けが取れていないということですねうんでまあまあこ、まあ、れで、まあ、その奈良へ行ったか行かへんかっていうのはまあとても嫌なことにも思うんですけど問題はだから この家族の中における女の子亡くなった女の子が行政がどう見てたかっていう話ですね。うん。実は生まれて間もなく虐待の恐れがあるという要保護児童と認定をされていました。ああ、そうですか。そして生後11ヶ月。入浴中に一時心肺停止になりました。これはネグレクト。 育児放棄があったものと見て虐待リスクを一番高いレベル最重度と判断をされています児童相談所は家庭訪問面接を実施しました BB ベッドはありましたがベビーサークルのようなものは確認されていませんそして保育園に通い始めたということを聞いてあ、じゃあ家庭訪問の必要性は低くなりましたねと2段階下げて 最重度度から中度というふうふにしましまた4段階のうちの下から2番目で対応を富田林に引き継いだということですね市役所の面会は10回あったそうです電話での対応もありましたこの女の子を連れていまして虐待の兆候はなかったということですうーん まあここから見て、まあ、いつものようにじゃあ児童相談所何やってんねんっていうふうにだけは言えないんかなその人員配置の問題ももちろんありますしねただまああなたのところは話聞くと近所の人によるとあるいは別れた家族の話やと虐待してるでしょうって言われてはい虐待してます って絶対言わないですからねそこはしてませんと万引きした人間を捕まえて「はい万引きしました何度もやってます」って言わへんようにそりゃしてませんってたまたま入ってましたとかってそりゃ言うもんですわなそこがまあ捜査権のあるそして捜査をすることのプロフェッショナルである警察と そうでないところとの違いなのかもしれないですけれど基本人は嘘をつくんだと自分に都合のえように嘘をつくんだと、うん。となるともう探偵を雇うじゃないですけれどそこを嘘つをつかさない、まあ、制約説になってしまうのかなそれがないと今の仕組みでは限界があるのかもしれないですね。うん 今日は朝日新聞、社会面に大きくこの事件当日奈良に行った供述不自然、まあ不自然なんですけど、不自然は不自然なんですけど、だからそれが本筋とどうつながっているのかよくわからない記事でした。9時24分、さて今日タイトルに出しております、大阪は枚方市、私もじいちゃん、おばあちゃんが枚方に住んでおりましたんで、はいこちらでございます。 平方警察署長が更迭されたとおとといの発表ですので昨日の新聞には出ていましたかねえー、言うてもまあまあそれは、ね、定年間際の人が、ね、署長になって最後署長として送り出されて花束を持って「はいさよなら」というのが警察の中での叩き上げにきた人たちの最後のうんところだと思うんです。でまあ、署長がががいようがいまいが 警察は回っていく組織でもありますけれど、しかしまあ、ねえ、800何十万の大阪の中の枚方市は何十万ですか、そこそこですよね、30万とかぐらいの人間のいるところの所長さんですよ、そら、その人が更迭ですわ。うんねえ えー、記事をちょっと読んでみますね。うんまあ、あの全部実名は書いてるんですけどまあまあそれはまあ調べていただければ分かりますが僕はまあこういう時は別にあのこの人にみんなで意思を投げましょうというあの合図を出したくないので言わないです。別に個人的に知ってるから囲まってるわけでも何でもなく。えー、59歳の慶視ですね。 警察のあの位で言うとを刑務部付きとしましたこれはまあもう処分をするときにここの控室で待っとけみたいなところですよね所長室からは出て行かされたわけです4日付の人事異動です署員に対する不適切な言動があり職場環境への影響が確認されたさあ確認までされたんでしょう なら、その確認したことの事実が何なのかを言えへんのが分からへんのですよね。だから、それはまあ、警察に限らないですよね。警察に限らないです。それは自分のところの、 なんか問題があったときに、はい、こんなことがありました。うち、こんな問題がありました。はい、カンテレ、こんな問題ありました。はい、あ使い込みやってました。毎日、あ、あわいせ行為ありました。あ、うち、はい、あ、いやあゆみ、読み、み、ゆみさんあ,あ朝日、朝日、朝日、そう、アナウンサーが、ね、若い女の子に暴行しましたね。だ、とか、そんなことを喜んで、はいはい、というはずがないですね。うん。そら、できれば、隠せるもんなら隠したいですし、ええ。ね。 できるだけ騒ぎにならへんようにしたいそれはまあ人情ですわなうんでもまあこないして所長も更迭して更迭してる人事も出るわけですからそれは何ですかって聞かれますわねで噂があってでは普通せえへんでしょね本人にも話聞いてあるはずですやんこんなことあったでしょまあそれは 一瞬隠そうとするかもしれませんよそのおとししてませんとか言うかもしれませんがこういう証拠があるとまさに警察ですから証拠を集めてこうやっていくといとの言うのが仕事じゃないですかうんで部下への不適切な言動があってそれが職場環境への影響も確認されたつまり所長と所長がそんなことを言うのかっていうことそれが許されないことであると社会的に許されないことである 所長は許されると思ってたかもしれないけど署内でも警察という組織の内部でもあるいは世間がそれを認めないだろうと思ったからこの、まあ、僕は実名は出さないですけどその所長を更迭追って控える待、まま、てっていうところに移動させたわけでしょでも分かれへんのですよほんでこの分かれへん時に 何が気持ち悪いってどこの新聞もどこの放送局も警察の発表そのままで何か書かないんですよ。不適切な言動の具体的内容は調査終了後に公表するとしていますという発表をそのままだ垂れ流してるだけなんですよ。平方警察を担当しているのは誰ですか朝日新聞。 毎日放送誰ですか知ってるんでしょえ警察が言うまで怖くて書けないんですか聞いてるんでしょ何があったか。セクハラですかパワハラですかパワハラかもしれへんけどパワハラもこれまた受け止め方でいや今言われた側がパワハラだと言われるやパワハラに基本になりますから。 それは、まあ、パワーを持つ側からしたら非常に手足縛られるような思いではありますけれどしかし、まあ、今時代はもうそっちにポイントは切り替わってますからでもまあそれにしても解釈の幅がありますやんか、うん、部下を指導しようと思ってやった、まあ、それが僕らが、ね、新人の頃コンちゃんに「アホ化け冒険化すやめてま前死んでまえ」って言われながらクソ思って。 私は修行してた時代とは違いますけれどう,ん,うんまあよっぽどのことがないとそれでいきなり所長の任を解かれるっていうことはまあ考えにくいですよね。ちゅうことはセクハラ不適切な言動 うん、何それはそのえー、いや人間ももちろん恋愛感情とかっていうのは持ちますからそれが、まあ、法的に許されることであるかとか倫理的に許されることであるかないかとかっていうことはありますけれどしかしまあそれを超えてでも持ってしまう恋愛感情というのもあるわけでそれをまあどうコントロールして出すか出さへんかっていうのはその人それぞれですけれど。 っていうようよなことの絡むセクハラ的なことなのかそれとももっと分かりやすいえ酔っ払ってすポぽんぽんになってでなんちゃらかんちゃらみたいなことを言うようなハラスメントセクシャルハラスメントなのか何なのかがどの新聞を見ても どこのの放送局のニュースサイトを見てても書いてないなんですよで警察が言うように調査をして調査終了後に公表調査いつまでかかるんですかこれ調査に時間がかかるんじゃなくて人の噂は75日にするまでそれがまあ具体的に日数計算し1234567890ってやるんじゃなくてちょっといわゆるほとぼりが冷めるまで待ちましょうっていうこと の警察の思いを忖度して何も書いてへんのですかっていうところが気になるんですよ。で各社多分そらもうクラブにいる人間みんな聞きまくってますよね。そのデスク買って何やってんねんっていや知りませんねんって警察の発表ペライチこれですって言って。 ファックスで送られたやつそのまま転送しますって送ってたら「お前何やっとんねん」って記者として何やっとんねんってそら言われますわなうんそれはみんなに聞いてますよそらね幼稚園さかけもしてるでしょ口つぐむけれどそこにいろいろぶつけるわけじゃないですかああでしょこうでしょって言うてほな、ま、だからもうじゃあセクハラの性なのかパワハラのパまあ「は」でもいいですわ。 あ「せ」か「はあ」か「アルコールでー」で、ま「あ」かそれだけでも何かどっか記事の中に書いといてもらえませんこんだけみんなねどっこもね一切警察の言うとおり「警察の言うとおり」ね書くっていうのが気持ち悪いっていことを僕はさっきから言ってるんですよ。 いやもちろんそれは何か問題にあるのを言動して警察の中の風紀っていうか警察が警察署としての運営ができなくなると思うから飛ばしたわけでしょそれのこと自体がまずそ第一義的に問題なんですけど僕が問題視してるのはそういうことがあったことを警察がとりあえずほとぼりが冷めるまでって言って、ね、うてね実名まで出してしまってるわけですから。 だからこの人と家族に石投げろと僕は絶対思わないですけれど思わないですけどしかし何があったのかっていうことをもう知ってるんでしょう警察はまあさらに詳しい調査は必要かもしれませんけれどまだ言い分を聞いてん人の話もあるのかもしれませんがもう大枠は分かってませんか逮捕かって大枠分かったところで逮捕状請求して逮捕してね手錠かけたところを引き回しの刑にしてるわけじゃないですか ね、それをいつ撮りますよって言って皆さんどうですか言ってカメラの位置もあれして撮らしてるわけじゃないですかでそれで撮ってるわけじゃないですか報道の側もそんなやつらが一,一色単んなってぐるになって何があったかを知る権利のある国民に対してコモさんに対して何一つヒントを出してくれないんですよこれは怖いことですよね一社ぐらいどっか はあ、これ週刊誌の報道待たなあかんですかねだからやっぱり「文春法は」がえらくてそれを一部週刊誌はって書く新聞社がマスコミはって言われるんですよねええ勇気持って書いたらよろしいやんそんな知ってるんでしょって知ってんのに言えへんっていうところがムカつくんですよ僕知らんもん僕これ知らんねんこれ正なのかパーなのか うん、野球の話しちゃいますよ。えー、ごめんなさいこのタイトルに引きずられてご覧になった方何の何の結論もございませんあのそういう意味で何の結論もないんですけどそれをどこのメディアも書いていないという日本のメディアのこの低たらくぶりを今駒さんがぶった切っているんですけどね。えー 読者の知る権利があるでしょうとかって言うんだったら、あなたたち読者の知る権利に全く答えてないですよ、うん。時刻は9時36分です。以上、長官チェックヘッドラインについてお話をしてまいりました。もう一つ話題を取り上げます。これはまあ、多分日本の抱えるいろんな問題。 の中で一つの象徴なのかなとも思うんですけれどえこれはカンテレが取材してるんですね報道ランナーがねうーん6月の24日の放送だったそうですんでちょっと急分かもしれませんがえ昨日の FNN プライムオンラインに出ておりました熱中症を防ぎましょうとねええー 水分を取りりまましょううとということが呼びかけられておりますある工事現場ではですね全部あれはポカリストでしたかねそういうイオン飲料、ね、塩分もうん入ってるようなものがずらっと並んでいてで市販のものよりも安く確か50円やったかなそれで買えるようになってこれは熱中症対策販売機ですと書かれているような写真がアップされたりもしておりました。うん 水分は取りまましょう、ね、ビールではございませんよ、ね、でとある中学校で熱中症を防ぐために水の自動販売機を置こうとしましたいや実際に置かれました置かれたんですが1回も営業しないまま撤去されてしまったそうです滋賀県守山市の中学校5月に自動販売機が設置されましたが一度も使われることなく撤去されました 災害が起きた時、中学校は避難所になります。飲料メーカーとは無料で利用できる取り決めも結ぶ予定でした。そういう時には。ああ、なるほど。うん。しかし、稼働する前に撤去されました。保護者から。中学生には、まだお金を払って自動販売機で水を買わせるというのは、 ちょっとまだ必要ないんじゃないですかというわけのわからない意見です。いや、少数だから聞かなくていいということでもないんですけど、一体これが何を意味するのか私にはようわからん。うん。お金の貸し借りが生まれる。あるいは紛失。 はあ、いやそれは多分小学校でも中学校でも「うん校庭の体育館の裏へ来い」って言われて「金出せ」ってカツアゲされて「ない」って言うたら「ジャンプしろ」って言われてポケットの中の砂利線が「ジャリジャリって言うて「俺は持っとれんけ」と言って金を出させるっていうようなもうコントみたいな話それは自動販売機があろうがなかろうがあるでしょうし。 学校の周りこの学校はどこにあるのか森山市の中のどこか知りませんけれどまあ歩いて数分のところにおそらくコンビニエンスストアというものがあるのではないでしょうか保護者様そしたらまあそこで買うてこいと走らされるパシらされる子もおりゃええ私らの分おごれって言うて無理やりおごらされてまあそういういじめの話もあったりしますわな学校の中に 水の自動販売機があるかどうかということとは本質的に関係のない話だと思いますしえ学校の中にそれがあるということでまあそれを自動販売機を利用しなかったとしても水を取らなあかんねんなということの注意啓発の看板的な意味合いもあるでしょうし何かあった時にわざわざその学校の外へ出なくても危険のある外へ出なくても学校の中で処理できるということにもなるでしょうし。 しかもそれが中学生いや保育園の子がとかっていうなら別ですけどうん。で子どもは保護されるべきものでお金の心配なんて何一つする必要はありませんと全て無償化で、えー、お金という汚いものは大人になってからなので、えー、大人になるその日まで、えー、きれいなところにいてくださいと。 いきなり大人になったら汚いお金にまみれてくださいということをこの保護者が言ってんのやったらアホかという話なんですけど金銭トラブルを懸念する23人の保護者から反対の意見が出たんだそうです。で設置されていたものですが結局電源を入れて使うということはないまま撤去されてしまったそうです。 いやだから少数の意見を聞くなとは言いません少数意見の中に大事な意見もあるでしょうがどんな有力者が声を上げたのかどういう上げ方をしたのか声を荒げたのかその人のバックグラウンドが何なのかちょっとこの記事ではよくわからないですけれど。 森山市教育委員会といたしましては今後生徒会で使用のルールを検討しながら丁寧に保護者に説明し自動販売機の設置を改めて目指すのだということですその「イラン拘束とかはなしにしましょう」とかっていう流れ教育上意味ない拘束でもとりあえず去年まであったからそのままねっていうのが良くないよねと。 言われている中で自動販売機を使うルールを生徒会に考えさせるってどういうルールを考えたらいいんですか同級生上級生下級生含めて生徒同士のお金の貸し借りをして自動販売機を使うことを禁止しますって。<laughs> <laughs> そういういルルールですかそれを大きなポスターにして前に貼っとくということですか。いや、ほんまに借りなあかんときありません。ごめーんって言って、明日返すって、返せへんやつもおるかもしれへんけど、ほんまに財布忘れることはありってありますやんか、そんな。鍵忘れてくるモさんも言いますやんか。ね。鍵でよかったけど、財布っていうことがあって、ありえませんか。 何なんですかねよくわかんないなうん。こういう意見で普通当たり前やなと思われるようなことが止まったり動いてたものすらダメになるこれは何か日本の今あるよくない ことかなと思うんですけどね時刻は9時44分今日は結構エロサイトからの攻撃が何度も来ておりまして気が付くたんびにポルノや露骨な性的コンテンツであるという広告をしつつ、えー、表示しないように頑張って駒さん、しております。はい もうあのチャットのところを見るとですね、えー、こういうことにも対応しないといけませんし、えー、皆さんが、まあ「いってらっしゃい」や「んやかんや」されて、えー、一生懸命しゃべってるところで、えー、客席はざわついてるなと <laughs> <laughs> 思って、まあ、あの授業始まるまではどうぞ皆さん自由に雑談していただいて結構ですけどこうさんしゃべり始めたら「いってらっしゃい」だのおどうなのっていう死後は。 謹んでいただければなというのがあしゃべってる側の,の実にあの本音でございます。 先生の言ってることにこういう疑問がありますねとかこれはどうなんですかっていうのはな話が並んでてそれが目についたらなんとかそれにできるだけは対応しようとは思うんですけどそれに対応しようかなと思ったら「今日は夜見ます」とか「はいもうさら勝手にしてください」といつもと方法とえ思っておりますはいえー正直に申し上げますでは今日も今朝の一言と今朝の一枚でお別れでございますはい 今日日は朝新聞買ってままいりました、まあ、正直、本当にあんまり読むとこないなと思って残念だったんですがそんな中、東京の社会部長滝沢君、知りませんが,がどうしても今、この参議院選挙も近い中で、えー、表現がなかなか、うん、しにくい中でこれを伝えればと思ってインタビューしはった人の言葉結果的によくわからない記事なんですが。 ご紹介をさせていただきましょう新論深い論参議院選挙の先にという中から今朝の一言です私たちは信頼できる仲間を作れているのかを問い直した方がいいと思います建築家熊健吾さん まあ建築家世の中に数多くいらっしゃいます中でもまあ著名な先生先生って呼ばれるような方がいらっしゃいますねえ安藤忠雄さんもそうでしょう隈研吾さんもまさしくそのうちの一人ですよねええでー安藤忠雄さんの持っている あの人独特のセンスともまた違う意味で熊さんの建築がこう評価されているのは建物そのものというよりもまあその考え方というかにあるんだと思うんですけど2004年に出した「負ける建築」20年近く前です今67歳ですからまだ40代の時ですか、え。ー 負ける建築といいうのを出していますでそのことを朝日新聞東京社会部長の滝沢さんは思い出して今の参議院選挙を前にこの「負ける建築」に書いたその「負ける」ということの意味を聞きたいとインタビューに行きました結果として何が言いたいのか何を言わせたいのかがさっぱりわからん記事になってるんですけど 熊健吾さんによりますと負ける建築というのは上の世代の建築家たちのより高いビルを作ろうより目立つ建物を作ろうそれは以前の建築家あるいはまあそのゼレコン勝つということ勝つんだだから1 0 0ルよりも1 0 1ル 大阪府と大阪市が節合わせであるときにそれぞれの高さを競っていたバカな遺産を今我々は持っているわけですけれどそういうより大きなものうんそういうものを作る「勝つ」っていうことに価値を持つ建築から違う「勝つ」っていうことは「偉そう」にしようということだと偉そうではないっていうそういう熊さんは「粒子」という言葉 素粒粒粒子子の小さな粒ですね、A、こういう言いい方もしてるんですこういう考え方が必要ではないかということをまあまあ言おうとしててまあそれは結局立憲民主党が朝日新聞が自民党公明党に負けていっているっていうまさにこの一面の記事この事故改選過半数の勢い維持っていう朝日新聞の記事は 各社同じようなことを書いてますが朝日新聞毎日新聞からすると自分たちが主張したいことが負けていくことを今見つめようとしている言い訳記事ですね読売新聞産経新聞からすると自分たちが応援しているのが勝っていこうとすることを意気揚々と見つめる記事になっているわけですけど負けていきつつある自分たちの主張を まさに勝つためにどうするかということよりも、えー、傷口をなめてくださいというような記事のように僕は思えて仕方がないんですがその滝沢さんがなんとか熊さんから「負ける建築」っていう本に書いたことを,を今のこの選挙に当てはめてっていうことをなんとかかんとか聞こうとしてるんですがなかなかうまく論点がかみ合っていない記事です。こんな記事をそのまま 社会部長やからといって載せる朝日新聞もどうかとは思うんですけどまあその中で最後に熊さんが言ってることがなるほどだと思ったんですね、えー、私たちは信頼できる仲間を作れているかどうかを問い直した方がいいと思いますこれからは想像もしなかった危機が来るかもしれませんいや来ていますよねそれはね熊さんね、えー、コロナもそうでしたし ロシアによるウクライナ侵略もそうでしたし、えーえー、物価の高騰もそうですしその原因となっている円安とかっていうこともそうですし来てますよね想像しなかった危機が来ていますその時に守ってくれる仲間をどう作るかを考えた方がいいとちょっともう遅いかもしれません危機はもう来てしまってますから 熊さんのインタビューこれまあ何年も前に行われたもんじゃなくて直近でしょうからその認識で言うと悠長なことを言ってはるなとも思ってしまいますが、A、ここのの危機においいてて守ってくれれるる仲間ををどう作るのかこれを考えた方がい,い政治家は現場を見失っている地域の支援者経済の有力者など昔ながらの太い線しか見ていない。 もっと細い線でより多くの市民をつなげていけるか生活の現場に目と耳と足を使ってもっと降りてきてほしいとまあまあこういうことを書いてあってまあ政権にちくりと批判しているような記事に滝沢さんはしているんですけど改めて。 今日のトップの話ですね自民公明が多分勝ちます、えー、維新も勝ちますそれで会見発議の3分の2が超えるということになるんでしょうで、今危機は来ていますそんな時に自民公明あるいはそれは令和でも参政党でもいいんですが私たちは信頼できる仲間を作れているのかを問い直した方がいい これから少なくとも3年間の政治を決める仲間を我々がそれぞれ1票を使って決めていくわけです。その仲間が果たして今あなたが投票した、あもう期日前投票やったりしてる人もあるのかもしれません。これからする人が本当にその仲間なんですか立憲民主党がそれに合うとは僕も思わないですけれど。 本当のの仲間でででいいいいしょううかというお話でございまし,た今朝の一言でしたえー、今日は本当にエロサイトが何度も何度も攻撃をしてしまいますね。よっぽどこのエロが僕が好きなんですかね。いや、僕が好きなんですかどっちですかええー、よくわか,かりませんが。えー、また削除いたしました。はい。えー、では。 今朝の一枚に参りましょうアンテリジャン提供今朝の一枚アンテリジャンがお送りしておりますフォトブック券を毎月お一人の方にプレゼントをいたします7月今日は6日はと友36さんからのツイートでございますこちらですはい 夢咲町へ行かれたようでございます見渡す限りのハスの花。わあ、確かにそうですね。この奥も、ずーっと、夏の雲やな。えー入道雲にはなってませんけど、赤雲ですね。綺あ、やな。アップも取ってくれてありますね。はい、こちらでーす。 蓮の花もなんか絵、えー、みたいですねわあ綺麗やなありがとうございますあなたもぜひハッシュタグ長官チェックをつけましてツイッターあるいはインスタグラムに写真をアップしてくださいませ毎月お一人の方に アンテリちゃんがお送りをしておりますフォトブック券をプレゼントさせていただきますあなたが使っていただいても結構ですしあなたの大切な人にお送りいただいても結構でございます、えー、どうぞ大切な人との思い出を一冊のフォトブックにまとめてくださいませ長官チェック今日も最後までご覧いただきまして誠にありがとうございました現在ご覧の方の中ではい ポチッと高評価を忘れている人が半分ほどいらっしゃいますよどうぞ最後に忘れずにお願いいたしますねコボさん今日はこの後午後まで大阪で仕事をしまして夜の便で北海道に入ります、えー、またどこへ行って何をしているのかということにつきましては明日明日はね、えー、多分空港からピンポンパンポン日本航空よりお知らせいたします どこそこ行き難民にご登場の小森康則様と出発時刻が迫っておりますのでえすぐに来てくださいって言われるまではいまあそあんまりそこまでやると他の人に迷惑かかってしまいますからえギリギリのところまで空港の中入りましてえ北海道ですから同心北海道新聞を読んでお届けしようかなというふうに思って おります今夜北海道に入りまして明日から土曜日まで、はい、北海道からの配信ということになりますのでお楽しみにお待ちくださいませではまた明日インジャンでお別れでございます今日も長い時間ご視聴ありがとうございましたまた明日インジャンチョキポチッと高評価忘れずにお願いいたしますまた明日